お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日もねこちら負けたらアカウント削除を進めていきたいなと思います。で、4600到達しました、前回で。まあ今日からというか、一旦ね目標がキヨキヨさんの4603を抜くことだったんですけども、一旦まあ目標をね達成しましたというわけで、ちょっと次はまあ5000ですかね。一旦5000いきましょう。まあ5000いったら次5500、6000みたいな感じで、まあ刻んでいければいいかなと思います。まあ、そんなわけで、今んとこね、負けてないですね。LSP の枠が好きかね、悩んでるぐらいで、まあ、もうデッキはこれでね、固定していきます。なんか、ひらめかない限り。はい。で、セールはね、なんか、めちゃくちゃしょぼい、プリンセス宝箱みたいな、プリンセス求めてないからいらないよなっていうようなセールが来たんで、買ってないです。さあ、来ました、タワーレベル11。11以上は、まあ、11、12、13は結構レベルが高い可能性もあるので集中していかないとというか、普通にタワーレベルの差で負ける可能性があるんで、まあ、でもユニレベ的にはまあなんなら僕の方が高そう今のとこね。さあバルキリーウィザード、まあ多分この辺からなんかバルキリーウィザード、こうネクロとかスケルトン部隊とかなんかそういったね結構ゴリ押し系のデッキが増える的な話はよく聞いてます。うわー、怖い。これやばいっすね。さすがにね、さすがに解けるよね。オッケーオッケーオッケー。で、まあ、コウモリ用ぐらいにトルネ構えて、いや、ガゴムレは、まあまあまあ、アイウィズでしっかり回収しましょう。うわー、すげーデッキだ。すげーデッキ来ちゃったな。まあ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 。ファイボー。外していく。オッケー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 。相手は、まあ、プリンスか。プリンスウィザードのチンパンデッキで、一応取っとくか。こういうのでタワーめっちゃ削られるのあるあるなんでね。まあ僕が負けるとしたら、まあクローンは別にトルネガもあるんでそんな怖くないんですけど、あれですね。あの、ウィザードじゃなくて、あれです。あのプリンスで、あの突進勝つんかな。陸受けが気持ち少ないので、このデッキはね。まあそれぐらいだと思うんですけども、まあ別にここウィザード飛ばすだけで、あの、あ、ウィザードじゃない、バルーン飛ばすだけで、ウィザードしかいないんですよ。で、ウィザードだけだとバルーンはね、普通に入ると思うんですよ。ガゴムレは回ってる。回ってるが、キョスケの爆破で。いやー、いや、いい、さよならした。よしよし。いや、勝てそうだな。非常に勝てそう。で、なんならもう、うわー、これですね。このプリンスだけ。僕の負け筋は。でも、LSP がいい感じね。さあ、キョスケアイスイーツで、形を組んでいきます。いや、結構いいデッキできたと思うんですよね、僕これ、今回。そう、このデッキあればね、基本的には負けない気がする。さ、スケルトン部隊、こんにちは。空振っていく。で、これちょっとバルキリーめんどくさいんで、あの、キョスケの爆破にしそうと思ったら、戻ってきましたね、あの子。で、一応僕が怖いのは今、ガゴムレかな。ガゴムレだけちょっと警戒して、アイスイーズ残して、よし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 。相手は積極的にファイブ打ってくるが、ふうし。余裕かな。今回はさすがに余裕で。まあ、こっからですよね。こっから。そう、まあ、なんかね、マッチングの修正が前回動画出したんですけど、修正があって、できるだけね、自分と近いタワーの人としかマッチングしないようになっちゃったので、なんかタワーレベル13とか来たら、ちょっとね、激アツなのになぁ、なんて思いつつも、さ、グッドゲーム。皆さん、改めて僕がトロフィーいくらぐらいいきそうかっていうのをコメントでね、ぜひ予想してみてください。なんか初めの方だと、もう3000何歩で負けちゃうとか、4000、2、300でね、ギリギリキヨキヨさん抜けないとかっていうコメントもあったんですけど、結構今んとこね、スラスラ上がってるんですよね。そう。まあ、2回か3回ぐらい死にそうになった場面もあるんですけども、意外と思ったよりもスムーズに勝ち上がれてるので、多分5000とか余裕なんじゃねっていう僕の勝手な自信があります。さあタワーレベル9の格下くんかな。うわクロスか。いやクロスか。いやこれ普通のクロスだったらちょっとやばいっすね。これでトルネとかあったら、あーオッケーオッケー。まあウィザードなんで普通じゃないのは助かるんですけど、このクロス序盤に入っちゃったのがちょっと痛いっすね。あこれ待ってミスった。やばい待って、あのウッドで、あの バルーンの爆破にウィザードをね、ウッドそれでのノックバックで入れようと思ったらランバー出ちゃったんですけど、ランバーが勝手に頑張ってんな。ナイス。でまあイウィズかな。キョスケは逆サイ怖いのと、ウッドもゴブリンバレル一応警戒とかで、うんスパーキー。
わ、なんかやべえで聞きたな。今日スキスパーキーなんかウルトラぶち込みましたみたいな。まあ LSP が今回は活躍してくれそう。なんならなんならインドだけでいける。あー、やばい、待って、ちょっと対応が下手、待って、対応が下手、対応が下手。うわー、待って、 LSP 飛ばすの下手すぎたな。いや、なんか知らんけど左にダメージが入ってんな。アイビスか。今クロス来たら、まあバルーンで壊せばいいかな。まあ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 、さすがに負けない。いや、インドでもよかったな。さすがに負けないと思うんですけど、ちょっとなんかこう、久々に VS クロスだったり、VS スパーキーと戦うので、ちょっとね、対応が、ガゴムレビザードとかあんま来ないですからね。なんなら今の一発入りそうだったな。さあ、まあ相手スパーキーだから早めに一本取っちゃいたい気もしますよね、クロスだし。うん。一本取っちゃえばもう大丈夫。でも一本取らないとワンチャンが怖いっすよね。後ろから組まれて、みたいな。さあ、イースイズ優秀ですと。まあさすがに、ガゴムレいたっすね。ガゴムレの11レベは LSP トルネで、消せるってことを前、学んだんですよ。で、レベル8なので絶対消せるのと、まあ、ここはガゴムレ咲いたので、もうバルーン飛ばすだけかな。これで、あ、ウィザードも咲いたっすね、相手。お疲れ様です。一応スケルトン部隊来るかもしれない。かわいい。OKOKOK。さあ、グッドゲームですね。余裕か？もしかして、緊急メンテね、その、タワレベマッチング操作によって、ぬるくなっちゃって可能性もないこともない。いや、それだったら本当に困るんだけどな。本当に困るけど、まあ、まだわかんないですね。さあ、タワレベ級、余裕すぎるな。まあ、この辺ってこんなもんなんですかね。カンストとか持ってきてもいいんじゃねって思っちゃうんですけども、まあまあまあ。油断してるとワンパンされちゃうんだよね。ウィザード級。それウッドで、キョスケとか回したいな。アイウィズからの端前ふさのキョスケです。最悪トルネがあれば全部、守れる。いや、これちょっとなんか悩んだな。これ許容しちゃおう。許容して、ウィザード処理してからのフルカウンターですね。ダメージ受けちゃうんですけども、このカウンターのために、ユニットが残るようなね、防衛方法をしました。これ大事ですね。さあ、エリゴレ来た。いいさ。よいしょー。さあ、このトロタイでも余裕ですね。4700到達でございます。めちゃくちゃコメント欄で、4000後半やばいですよって、たまに感想出ますよって、そろそろ負けちゃいますよってね、めちゃくちゃ言われたんですけど、全然っすよ。相手がね、弱すぎてね、相手になんなくなってきた、逆に。逆に相手がどんどん弱くなってる説ないっすか。あれ、なんかちょっと強そうな、やばいやつ引いた。しかも今気をつけね、これで端前メガナイトとか来たらさ、マジ泣いちゃう。うえぇ、いや、待って、危ない。オーケー、いや、怖すぎ。プリンス11はワンパンされる可能性あるんでね。でもこれ、逆にワンパンっすない。いや、トレネクウッド構えます。あれはトレネいっか。うわ、しかもスキアミも引っ張れた。いや、インドラ？いや、なんか、ユニットもっと残ってもいいイメージがあるんですけど、まあ、ユニレベ、相手のタワーが高いからかな。僕のユニットがすぐ溶けちゃいますね。さあ、マジアチャ11、相手は結構ユニレベ11徹底してますね。で、ランバーはね、ちょっと残しときたいよな。プリンス受けに。さあ、これ絶対きついぞ。コウモリ？いや、来ないか。さあさあさあ。いや、いいね。さあ、ディガーを無視するっていうね、この、なかなかこのトロタイではできない技をね。はい、相手が攻めてきたのを、こう、守らずに無視して攻める。まあ、無視しただけなんですけどね。今のタイミングでね。さあ、これはウッドぐらいで程よくしとけば、まあ、この辺は、ユニレベは多少あるとしても、まあ、ユニレベだけって感じっすね。はいはい。よいしょ。負け作になるとね、僕めちゃくちゃ強気なんですよね、発言が。
普段そんなこと全然言わないのに、負けさくん時だけすげえ上からなんですよね。よし、まあさすがにこれも止まんないっすよね。キョスケの爆破でマジアチャさよならしそう。対空相手がマジアチャとエレキ、エレキじゃねえ、ウィザード2枚しかないので、まあ、バルーンがね通りますよと。でこのディールハーはなんならキングギドしとこう、してなかったっすね。さあ後ろからユニットを出して、さあこれも左サイドで形を作りつつ、左サイドであのプリンスをね処理していきます。いや、なんて綺麗な防衛なんだ。さあウッドで剥がして、わあ剥がし放題、スケルトン部隊のバーゲンセールや言うて。よし、さあインドラパーティーでグッティー、これで今日なんなら鬼トロ上がるんじゃない。なんか日に対戦相手が弱くなってる問題がないかな。よし、報酬が4800か、あと2勝でウルトラレアトークンからもらえそう。でこれマッチングが長ければ長いほど、タワーレベル差が開くっぽいです。なんでもう5秒ぐらい経ってたらタワーレベルがね2個下とか2個上とかが来やすくて、もうね20秒とか30秒とか待ってたら、まあ、タワーレベルね3つ上下が来やすくなったっていう風な感じの修正がね入りました。あれ、いい始まりプリンですね。これは佐藤は香ってます。パンパンがグッドゲームが香ってます。もうこれ鬱陶したところで多分キョスケ死んでたんで、ああ僕がもう2歳若ければ今トルネ間に合ってあのマスキ爆破で行かれてましたよ。いや相手も救われてますね。僕も20、よく年齢聞かれるんですよコメント欄で、ラッツさん何歳ですかって。逆に何歳に見えますか皆さん僕を。僕今21っすね、こう見えて。今年の夏で22になるんですけどね。クラロは僕いつかな、マジで17とか18とかね、こう意外と大会18とかで勝ってたのかな。でラットさんまだ18歳なんですね、お若いのにすごいねとか言われてたのに、もうジジイっすよこっちは。世代交代っすよ本当にね。時の流れはもう残酷です。インドラがじゅわじゅわ焼いてん、サンクラグッドゲームでございます。さあどこまでいける、次勝てば、4800到達、サタワレベル10ですね。いやーなんか同レベルばっかりになっちゃったな、格上ぼこして。コメント欄でちょっとすごいとかいろいろね言われるんじゃねと思ってたんですけど、今回全然なんかただね、ユニレベ同じかユニレベ僕よりも低い相手を倒してるだけの、なんやこれっていう変な絵をねみんなに見せちゃってるんですけど、まあ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 、そろそろ格上振ってこいや。プリンス10ですね。プリンス多いな、プリンス結構きついんですよこのデッキ。だからプリンスを考えるなら LSP じゃなくてもスケでもいいのかななんて思ってますね。あはー、いや金撃度できるんですけど、あれなんかかすってましたね、エレキが端前で。インドラかかすってたからかな、かすっててもできそうだけどな。まあタワーが優秀だったという感じでさ、ベビドラ Q、 これもバルーン飛ばすだけ。もしデッキね迷ってるよっていう方いたら、僕のこのデッキぜひぜひパクってみてくださってもいいです。なんだおすすめしますね。はい、いやーマジでちょっと攻めとるねしたかったな。よし、インドラで焼いていく。マジでちゃもうバルーンの爆破とウッドで死ぬっていうね。アイビズでインドラで、さあ今回ちょっといつもと違うっすね。なんかペッカープリンスっていう、なんかいつもと違う感じのデッキ来ましたね。僕意外とこの陸デッキきついですね。ペッカー、プリンス、まあ、あとミニペッカとか、なんかそういう陸がぶっ破されてる、なんか突っ込まれてるデッキが、なんか負け筋かなっていう気がしますね。さあ、これおしゃれにキングキードをしようかななんてさ、思ってたんですけど、やめたっす。え、待って。
余裕ぶっこいてたらさ、ダメージ追いつかれてね、やばいやばいやばい、勝ち確だわみたいな、そんな感じの流れ出てませんでしたっけ今。全然そんなことないっていう。いやこれバルーン飛ばそう、もう気合でいい、いいもうご利用し。いやここに来てプレイがめっちゃ雑。超チンパンしてる。いやでも OKOK、 チンパンで、あバルーンの爆発でさよなら。 LSP2 秒、いやなんなら1秒のためだけに4コス。さあ危ない危ない危ない、さすがにね一瞬焦りましたね、なんかダメージ負けてんじゃんと思いながら、あこれしっかり近畿道してとどめのね、ウィーオーケー。でもバルーンは京介の後ろに添えるだけ、よし、まあ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 、まあ、全然危なくもなくね、余裕でございます。なんならなんならバルーンもう一つ、えい、マルチだったらキング落ちてましたね今の、わかんないけど、さあ4800到達でございます皆さん、来ました。全然苦労してないんですけど。もっとね、なんか4800だって感じがない。セールよこせって感じですね。よーし、さあ、マッチング長く、うわー、9。いや、なんか9だと逆に辛くなってきたな。もっと俺にハラハラする試合をね、させてくれよと。ウッディ転がそう。トレになるんだね、最悪。何が来ても。トルネマジで最強っすよ。だってホグ来てもバルーン来てもゴブリンバレル来ても、何来ても止められるってやばくないですか。さてはトルネード最強説。冗談抜きで本当に。からのさあこの横からねランバーで巨大スケルトンを延命しつつの、フルカウント。メガネとズドンとかかな。おー予想が当たる、冴えてんね。インドラでジュワー、いいね。いや待って、キョスキグソ、えこれ入ったのかな、あれ。いやキバドイ入ってないか。いや今の入ってたらおもろかったけどね。あなんかシャシャったトルネードした。あでも相手のタワーが低いから結構削ったな。オーケー、さあまあこのね、なんて言うんですか、格上がちょっと少ないっていうのは、まあ修正メンテナンス、緊急メンテナンスによってマッチングのね、形式が変わったから結構こう今日の相手はぬるいのか、それとももともとこんな感じだったのかっていう、まあそういうところでね、どうなんだろう、難易度がちょっと落ちたのかもしれない。そう、つい先日ね座ったメンテナンスによって、まあそれがたまたま僕の引きが良すぎて格下しか来ない。うん、なんか強そうなやつ引いたな、プリンちゃんだな。初田姉妹ってことはコカツのテンプレワンチャルな、ロケットビューン来ない。これもういっちゃおうかな。あでもプリン11とか格上に対してこのチンパン攻めはやったかな俺。うわうまっ、ちょっと待って待って待って、いやうますぎるだろさすがに。なんで今そこで泣いたアッチャコウモリで、なんならその端前止めができるね。やばい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 、俺の対戦相手が上手くなってきた急に、って急に上手くなった俺の対戦相手。あープリンちゃんありがてー、キョスケで受けようかなと思ってたんですけど、プリン来てたまたま打っただけで両方されたのでかいですね。さあ今回の相手はまあユニレベもぼちぼちだし、プレイも悪くはないって感じですね。普通に上手かった、ナイトで止めてアチャコウモリ。4000とかでそんな技を知ってるっていうのはすごいっすよね。さあ、行くぞ。キョスケランバーのバルーン。で、コウモリが来る？アチャからかな？ナイスすぎるな。いや、いいな。気持ちいい、このバルーン。ちょっとインドラとか飛ばしちゃってさ、このインドラレイジで焼きたいみたいなとこないかな。よし、焼けた。焼きたいの夢がちょっと叶いましたね。OK! さあ続いて、タワーレベル10の相手ですね。
まあ、なんか9と10、11としか当たってないな。8とも当たってないし、12とも当たってないし、まあ、多分この辺のトロタイね、人口密度的な部分も高いと思うんですよ。めちゃくちゃ人いると思うな、プレイヤー。そう、だから、まあ、よりね、タワーレベルが近い相手としか当たらないっていう気もしないこともない。待ってくる。ショテランボレやっちゃおうかな。これ、アイウィズ咲くの怖いんですよね。ショテラン、やばい、待って、プリンス中に。この前、初手8枚ランバーしたら相手が7コスぐらい咲いてくれたことがあったんですよ。だから、今それしたんですけど、ちょっとやばい。ちょっとやばい。しかも、キョスケ逆サイクな、あれ。いやー、待って。集中。ミスった、危ない危ない危ない。ミスったというか、相手のタワーレベルで騙されてた。いや、本当に俺集中しないとマジで負ける、今回。やばい、やばい、落ち着け。対応が下手、俺が下手なんだっけ今。焦るな。いや、これプリンスで受けられたらどうする。やばい、やばい。待って、こんなところで急に気抜きすぎやん。俺気抜いてたら負けたって一番恥ずかしい。バカ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 、それだけは避けたい。いや待って、マジでゴブリンバレーとか飛んでくんな。気抜くな。うわー、待って、やばい。ウッド間に合うか。いや間に合わないけど打った方がいいかも。いやラム11か、やべえ、ミニペが。いやキング起動したい。ちょっと待って、いやこの陸デッキやっぱきついっすよね。よし、いやキョスケの爆破入るの2回目って相手攻めすぎて守れてね。いやでもでかい。うわーちょっとやばいな、やばいな。ロケとかあんのかな。これ攻めたいけどな、バルーンで。いや、攻めていい気がする。で、ちょっとトルネの金起動ひよった。ここでする。よし。よし、エレスピランバ。で、キング起動も生かして。オッケー来た !30 秒。プリンス単体。プリンス単体。プリンス単体だけ。いや、マジ、このプリンスやべ。いや、いい、ナイスナイスナイス。なんだろ、散れ。キョスケも散ってしまえ。そっから。早く、早く散ってしまえ。で、8枚プリンワンチャン。いや、これは。で、一応逆サイプリンスぐらいも警戒して。オッケーオッケーオッケー。よかったー、マジよかった、ほんとによかったいや、いや、気抜きすぎてて。相手のレベル高かったし、なんかこの陸詰めマジできつかったな。いや、よかった。本当によかった。やぶねえ。俺こんなんで負けたらさ、叩かれまくりっすよね。みんなから。何やってんだって、バカじゃんってさ、アホまで言われるなと思いながら。いや、よかった。そうだ。俺今なんかすごいのんきにやってたんですけど、なんならもうすぐ5000っていう、結構大事なところにいるんですね。一番この気の抜けないゾーンにいたのに、一番気抜いてたっすわ。よし、さあ、言うの来た。いや、お?いや、これはバルーンつけて、もし無視されて、ブッパされた時に守れなくなる可能性があるので、と思ったんですけど、ここのエレキぐらいにはちょっかい出していい気がした。で、エレキ咲いたな、今。エレキ咲いたからインドアで焼きます。で、もう一回エレキ組んだよ。鏡とかない限りは。さあ、ザップ。ザップ打たれたから、下げて、よし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 。いや、これがね、インドラとかの、インドラ、今、インドラとかじゃねえな。インドラのね、強みですね。インレベとか関係なしに、火力がね、高い。よし、まあ、キョスケとかもそうっすよね。なんか、あんまユニレベ関係ないイメージがあるっす。で、アイウィズも、そういえば、1個上の、1個上のレベルのスケルトンとコウモリは処理できるみたいです。LSP も1個上のスケルトンとコウモリは処理できます。なので、まあ、レベル低くても戦える編成で、やっておりますね。で、これ、まあ、インドラで焼きたいですよね。で、インドラで焼こうとしたら多分、高めにエレキがズシャってくると思うんですよね。だから、ここで、インドラに攻撃させない。よし。いや、いい。インドラ、もう防衛バルーン。皆さん見たことありますか?防衛バルーン。防衛ホグとかよく聞くっすけど、防衛バルーンですよ。初めて使いました、本当に。気をつけのコースが間に合わなかったんですよね。
よし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 。いや、でいけー。一本先に取っちゃうとちょっと安心ですね。先に一本取られたり、さっきみたいなになると心臓バクバクでいかれてしまう。なんならもう相手諦めたりとかないのかな。さあ、小女ババア。最速ランバーからの、キョスケで、こっちをね、攻めるよと見せかけて、このね、ランバーにバルーンをね、つけるんですよ。さあ、そして、ああ、このキョスケのね、もうバカに、マジックアーチャー入れてくれよと言わんばかりの、こっちで、あ、待って、やばい、しゃしゃった待って、やばい、全部残る、やばい。いや、言うてか。よしよしよし、まあ、言うてか。めんどくさいんで、キョスケ、行ってこい。楽したい方どうぞ。巨大スケルトン。全部止めてくれます。で、なんなら、ランバルからの、魔女ちゃか、エレキを、巨大スケルトンのバカに、これエレキがくれた、エレキが。ピューイーンガッシャーイ。よし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 。さすがにね、このトロ隊の、この戦術は強すぎて相手もびっくり。よーし、いや、無敗で4900だ。やばいな。すげえな、トロ上がってる。楽しいな、これ。さあ、4900なんなら、もうちょっといけるんじゃない？まあまあまあ、4級か。よし、さあ、宝箱開けて、まあ、どうせなら、今日5000いっちゃうか。いや、怖いけどな。ちょっと5000いっちゃいましょう。タワーレベル10、そろそろ集中していきます。そろそろっていうか、ずっと集中してるんですけどね。さっき相手のタワーレベル9とかでも結構やばかったんで、10でもやばそう。いや、こういう時に逆サイ単体エリバボとか来たら怖いっすよね。ふぅ、怖え。さあ、何が来る？無理にユニットつけれないですね。バルーンぐらいならいいんですけど。さあ、これ、ちょっとこの辺で時間稼ぎして。いらなかったか。これ今相手サンガゴとファルチ咲いたんですよ。普通に考えたら対空もう2枚咲いてるんで、残りないが正解なんですよね。まあ、なんか痛っすわ、エレキ。いや、待って。これでダメージトントンか。いや、痛すぎる。痛すぎるけど、え、待って、痛すぎるの。いやー、よくね、トレネでしたね、じゃあ。ファルチェ、サンガゴ、フリーズなんちゃん。まあ、相手もバルーンかホグとかだと思うんですけどね。さあ、スケルトン部隊。エレキ、サンガゴ、ファルチェですね。相手の対空3枚です、今んとこ。アイズ出しちゃうか。怖え。いや、ホグ、バルーンぐらいしかタクがない気がするんですけどね。さあ、アイスイズ、うわ、なんでそこで逆サイクんだろう。いや、怖え！これメガナイトとかで踏まれんのかな？ね。いやさ、なんだ。いや、いや、ペッカか。いや、うますぎるだろ、そんな受け。普通じゃねえんだよな、このトロタイは。てかもう、あれっすね。普通じゃねえ。てかもう、みんな上手くなってきてますね。相手も。今のペッカ受けとかも。このギリギリに出す三角とかも。対戦相手舐めてたら多分ワンパンされますね。いや、この、三角痛えな。いや、でもこれ、キョスケバルーン、キョスケバルーン、そう、組めば多分相手終わると思うんですよ。ファルチェでしょ、あと。一応ルート強制。と、キョスケ早く歩いてしまえ。いや、バルーンだけ言ってるけど、取れねえかな。いや、ワンチャンない。いや、そう、ないんですよね、この人。で、いけー。そして、キョスケのバカで、おー、バルーンのバカか。いや、ちょっとコストもったいない。よし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 。まあ今だってあれですかね。普通に同レベルですからユニット。同じレベルの人と対戦してるだけなんでね。なんなら僕の方がちょっと高いかもしれないっていう。いや、本当に同レベルぐらい。基本10と11。まあさすがにそれは負けねえか。よし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 。いいね。あと 2000! あと2000で。トロフィー5000。いや、今回やべえ。めっちゃやってるわ。多分普段の動画20分ぐらいなんですけど、今日の動画、もしかしたら40分ぐらい撮ってるかもしれない。いや、なんか、楽しすぎて無限にやっちゃってる。いや、5000いって、ちょっとセール欲しいな。5000ぐらいならセールくれよな。さあ、皆さん来たよ。今日で一番高いかな。今日でも11は1回やったかな。
集中、ワンちゃん感想とくる。ガチで、おっとって言われてる。ワンちゃん日本人なんかな。いや怖すぎる。ふう、喋れねえ喋れねえ。動画撮ってるけど喋れねえ。うわあ、12初めて見た。新世界へ突入。あ、枯渇のテンプレだ。いやちょっとやな。ガチ枯渇テンプレ。いやでもインフェだったら死んでたけど、テスラなんでワンチャンですね。いやー相手何も出してこん。うライト、ライト、いやライト使ったのはできる。でも今これで6ワードっす、言っちゃまあ5ワードぐらいかな。ふう、いやしかもテスラ壊れるタイミングのライトニング使った。いやこれでけえな。施設ないから絶対突っ込んでいい。ガゴムレ用に LSP 構えて。ちょっと LSP、よし、いやいい、もう一発落とせ。オッケー。いやこのゴブリンやばい、ゴブリンがキングおる。うん、痛い。いや12痛いねんな、マジ。オッケー。いやでかいでかいでかい。テスラライトニングあるとさすがにちょっと怖いんですけど、この序盤のダメージはマジででかいな。もう一回ライトニング打たれたらまた血強からの形組めばいい。わー、ロイジャイ12、バケモンだな。待って、インドラさレベル10だったらライトニング12とかにさ消されそうじゃない。同レベのライトニングで結構ね、いい試合すると思うんですよね。いやでも、ここは焼ける。いや、ランバーぐらいは残ってくんねえのかな。ちょっとここはあの、耐えたい耐えたい。いや、キョスケいっちゃうか。キョスケ、いや、キョスケいっちゃうのが逆にみたいになる。からのバルーンで、さあ、ギャング来るよ。ギャング来る。うわ、待って、なんで残んの？バカやん。ベビドラ。バカって言っちゃった。いやでも本当にバカじゃね？いや、これちょっとランバーだけだと怖いんで、トルネでアイスイズとキョスケで確実に耐えていく。LSP で。いや、キョスケちょっと残したいな。オッケーオッケー。いや、ウッドが80だった気がする、この前。で、これ多分ルート強制したら、あの、バルーン届かない。バルーンに、あの、テスラに行かない説ある。頼む！爆破で、おお、たまたま、ラッキー。いやーまあ、あと108はトルネウッド圏内だったんで、一応。今、エレキがね、爆破で巻き込まれたんですけど、危ねえ、巻き込まれなくても、まあ、いけてたでしょう。よし。え？リーチ？もしかして来た？リーチ来たんじゃない？これ。来てないかな？よし。リーチだ。次勝てば皆さん。早くも。クロロ負けたらアカウント削除。早くも。5000到達でございます。いや、5000はさすがにセールくれよな、俺に。マスターだ、マスターとつこい。よし、おお、タワーまあ10、タワー10当てになんねえからな。ガンガンユネレベ12とかいるからな。よしく、ネクロ、ネクロ11か、ちょっとやだな。いや、キョスケ欲しい。いやでもアイスイズは1個上のレベルなら対応できるって誰かが言ってた。よしよしよし。うわ、どっちに当たる？いや、どっちにも当たんない！新しいパターン。いや、これ、キョスケじゃなかったな。ミスった。ランバーからのバルーンでよかった気がする。いやー、そうだよな。いや、でもこれは、絶対チャンス。いや、ないとか、オッケー、チャンス、チャンス。いや、うまい。でもこれ、キョスケのバカにさ、当たるよな、あのメガゴ。で、当たれ？うん、当たれ？いやー、避けたけど、まあ、いい。あ、避けてね、お疲れ。よし、来た、勝った、グッドゲーム。よし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 、来た。いや、これはもう決まったっしょ。絶対無理じゃん、君、こっから追いつくの。いや、でも、ファイボのレベルが、あの、バカ高くて、インドロワンパンとか、さすがにねえかな。いや、したら、ワンチャン負ける。でも、アイズは多分ワンパンされるんですよ。格上でね、死ぬんで、ファイボ11で死ぬんですけど、まあ、インドロはそんなもろくないでしょ。こいつだって、ファイボで死んだらもう、入れないっすもん、デッキに。よしよしよし。いや、来たー。いや、もう、セール。神セール来い、神セール。俺も今セールでしか頭の中、あれセールで頭いっぱいなんで。ああ、これちょっとめんどくさいっすね。こういうのはもうね、確実に蓋しちゃって、インドが絶対残るんで。てか、なんならキョスケもちょっと低くてよかったな。あ、これいらんかったな。
さあ、いやー、ちょっとね、この気持ちの緩みがね、プレーの緩み出ちゃってますね。まあ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 、5000勝ったん、小学戦で行ったんでいいでしょ、こんぐらい。許せ許せ。許せ許せ。なんならキング行っちゃう？まあ一応守るか。いやでもメガ塞いだらさ、バルーン飛ばすだけできついと思うんですよ。相手対空今メガごとネクロしか出てないんですよ、ね。ウィザードいたっけ？俺の記憶ミスか。はい、始まる蓋します。逆サイ来たらランバーディウィザード、インドラデジャイ焼きまーす。さあ来なかったら LSP の次はバルーンかな。いや、インウィズか。まあまあまあ。さあ、おさらばネクロちゃん。あ、スケが残ってる。からのバルーン飛ばしてあげて、勝ち確だけども、さらに攻めていく。いや、なんならオシャレトルネで見せていってもよかったけど、さすがにそこまでは俺もできん。よし。オッケーオッケーオッケー。まあ、相手ね、左しか狙ってこないんだね。僕のダメージ右側大ピンチなんですけど。さあ、いや、来ない。いや、来た。やったよ、皆さん。今日の動画の最初に、次回の目標は、てか、これからの目標は5000ですねって言ったんですけど、1回の間で達成しちゃったっすね。そんなことある。目標言って、その動画内で達成しちゃう。よし。まあ、なんで、次回の目標は5500ですね。皆さん。よし、セール来い。マスター来たぞ。来い。え？全然祝ってくれないじゃん、俺のこと。マジ？いや、待って。本日のカードやばい、これ。バルーンとインドラ。え？ 1 回しか引けないんで、俺、宝箱。これやばいっすよ。でも、バルーン8枚ってしょぼいな。100枚いるもんな。まあ、ちょっとね。まあ、そういったところで、一旦我慢しつつ、5000到達はね、神っすね。もう、多分5000枚くらいいけると思うんで、6000目標かな、一旦。はい、明日からも、これからも頑張っていきたいなと思います。というわけで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、終わりたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。